フランツ・ヨーゼフ・ヘルマン・ミヒャイル・マリア・フォン・パーペンは、ドイツの軍人、政治家、外交官、貴族。バイマル共和制末期の1932年に、クルトフ・フォン・シュライヒャーに擁立されて、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領の大統領内閣の首相を務めたが、パーペン内閣は、半年ほどで、シュライヒャーに見限られてが返した。その後、国家社会主義ドイツ労働者と党首、 アドルフ・ヒトラーと接近し、彼が首相になれるよう尽力するなど、ナチ党の権力掌握に大きな役割を果たした。1933年のヒトラー内閣成立で、ヒトラーに次ぐ副首相の座に就いた。しかし、長いナイフの夜事件で失脚し、その後はオーストリアやトルコでドイツ大使を務めた。第二次世界大戦後、 ニュルンベルク裁判で主要戦争犯罪人として、起訴されたが、無罪とされた。ドイツ国領法プロイセン王国ベストファーレンシューベルルに、声援業で富を成した、アーブソルザーと呼ばれる、署名家のうちの一つに生まれる。両親の希望で、陸軍幼年学校に入学し、軍人への道を進む。ドイツ皇帝の川近くに仕えた後、第5野力兵連隊付きを経て、 参謀本部に入り、1913年に大位に昇進。そこで、クルトホンシュライヒャーと知り合う。当時パーペンは、巧みな馬術で名声を得ていた。1905年に、政党業で有名なビレロイボフ補社の創業家の娘と結婚して、工場の一つを相続し、巨大な経済力を得た。財界とも太いパイプを持つようになった。数目を儲ける。 駐在武漢時代のパーペン皇帝ビルヘルム2世の学友だった父のコネもあり、第一次世界大戦中の1915年までアメリカ大使館付き武漢。フランクリン・ルーズベルトやダグラス・マッカーサーといった後年のアメリカが衆国指導者の地遇を得た。武漢としてアメリカ国内で様々な情報活動に従事し、また県活国であるメキシコをドイツ寄りにすることに努めた。 結局1916年にサボタージュ活動や破壊工作活動に関与しているとされてアメリカ政府から国外追放処分を受けた。帰国の財布用意に別荘した荷物がイギリス海軍の臨検を受け、パーペンがアメリカ国内に構築したドイツの長方網が暴露された。ドイツ帰国後に皇帝から鉄十字章を授与され、西部戦線で大隊長に転じる。 その後参謀本部に戻り、オスマン帝国に派遣され、オスマン帝国軍大佐となる。パレスチナ戦線のオスマン第四軍で司令官、エーリッヒフォン・ファルケンハインの参謀長となり、そこで、ヨアヒム・フォン・リッペントロップと知り合う。後に、国家社会主義ドイツ労働者党のアドルフ・ヒトラーが、リッペントロップの説得によって、カトリック教徒や貴族層への敵外心を抑えて、パーペント、 手打ちし政権を握ることを思えば、この出会いは、運命的なものであった。ドイツへの帰路では、後に、ドイツ大統領となる、パウル・フォン・ヒンデンブルク元水とも同同して、地具を得ている。第一次世界大戦の敗北後、ドイツ革命により成立したバイマル共和制の、国軍で働くことを、潔しとせず、1919年に中佐を最後に、退役。 貴族階級の社交クラブ、ヘレンクルプに参加した。クラブの中では、馬術の達人として名の知られた人物だった。愛前後して、中央党に入党し、1920年に、カトリック系労働組合の委員長に就任。保守系の農民組合の指導者であった。1921年に、プロイセン州議会議員に当選するも、与党に属するにもかかわらず、 社会民主党主犯のトー・ブラウン政権を支持せず、不信任案提出を繰り返し、世間の注目を集めるとともに、保守派との進行を重ねる。1925年の大統領選挙でも、自党のビルヘルム・マルクスではなく、ヒンデン・ブルクを公然と支持した。このため党執行部はパーペンを除名しようとしたものの、党機関紙ゲルマニアの大株主で、 監査役に就任していたため除名に至らなかった。その後も一貫して中央党と社民党の同盟関係を解消し、代わりにドイツ国家人民党との連立を主張していたが、1928年に一旦プロイセン州議会議員を辞職、その後しばらく社交クラブや紳士クラブでの活動を経て1930年に政界復帰を果たす。 1932年4月に十字架と足同盟を結成した。1932年5月30日、ハイン・リヒブ・リューニング内閣が瓦解すると、ヒンデンブルク大統領の側近のクルト・フォン・シュライヒャーは、パーペンを後継の首相に推薦した。当時ほとんど無名だったパーペンが推薦されたのは、無経験で外見ばかり気にする彼が、 シュライヒャーにとって操り人形にしやすしと判断されたからという。パーペンは人の上に立つ器ではないという周囲の反対に対してシュライヒャーは彼に人の上になど立たれては困るな。彼は帽子みたいなもんだと語ったという。シュライヒャーの推薦を受けてヒンデンブルク大統領はパーペンに首相就任を打診した。 パーペンは一度は中央党の党首ルートビヒカース司祭に組閣要請を受けないことを約束したが、後になってヒンデンブルクと面会してカースとの約束を保護にして首相職に飛びついた。パーペンは6月1日にヒンデンブルクより首相に任じられた。これによりパーペンは中央党から除名された。パーペン内閣。前列左から農業食料省。 マグヌス・フォン・ブラウン、内省、ビルヘルム・フライヘル・フォンがいる、首相フォン・パーペン、外相フォンのイラート。後列左から、法相ギルトナー、経済相ヘルマン・バルムボルト、国防相フォン・シュライヒャー。ここにはいないが他に、蔵称フォン・クロウジクと、運輸優勢相フォン、エルツ・リューベナッハがいる、パーペン内閣は、閣僚9人のうち7人が、貴族出身者であった。 農商マグヌス・フォン・ブラウン男爵の回顧録によると、この内閣は、貴族出身者が多い他に、騎兵隊出身者が多い特徴もあったという。特に内閣で大きな力を持っていたのは、首相フランツ・フォン・パーペン、国防相、クルト・フォン・シュライヒャー、内相・ビルヘルム・フォンがいる男爵の3人だった。そのため三党政治と呼ばれた。こうした前時代的な人選から、国民の支持は、 ほとんどなく、男爵内閣とあだなされた。内閣の極端な不人気に各党の反応は冷たく、主要政党でパーペン内閣を支持する政党は一つもなかった。社民党や共産党のような左翼政党は言うに及ばず、中央党も半党行為によって成立したパーペン内閣を徹底的に攻撃した。保守政党の国家人民党ですらパーペン内閣と、 自分たちは何の関わりもないとまで厳命した。唯一国家社会主義ドイツ労働者党のみが突撃隊の禁止命令の解除と国会解散の約束を守ってもらうためにパーペン批判を控えていたが、これはナチ党内でも党員や支持者から大きな反発を招いた。党党宣伝担当ヨーゼフ・ゲッペルスの日記も このブルジョア的なヨタモノとの厄介な隣人関係からすぐに逃げ出さないと我が党は取り返しのつかないことになると危機感をあらわにしている。同党党首アドルフ・ヒトラーはシュライヒャーを通じて受けたパーペン内閣への協力要請を拒否している。1932年7月ベルリンの首相官邸。したがってパーペン内閣はもっぱら。 ヒンデンブルク大統領の権威と国軍の権力にのみ頼った内閣だった。6月2日に行った首相就任先生でパーペンは国会解散を求めた。6月4日にヒンデンブルク大統領は議会に解散を命じ総選挙が行われることになった。また6月にはブリューニング内閣により行われたナチス突撃隊、親兵隊の禁止命令とナチ党征服の 禁止命令を新しい命令で取り消した。諸州はこの決定に反発し、独自にナチス征服禁止命令を出そうとしたが、パーペンは諸州には個々の事例について公共の秩序に対する危険防止を超える権限は認められていないとして、再度命令を出して、ナチ党征服禁止を解除した。一方、6月16日から、 ドイツの賠償問題に関するローザンヌ会議が、イギリス首相、ラムゼー・マクドナルドを議長として行われ、これが、内閣にとっての初の外交部隊へのお披露目となった。パーペンは、外相コンスタンティン・フォン・ノイラート・男爵や蔵賞、ルートビヒ・シュベリン・フォン・クロージック伯爵・伯ク経済相ヘルマン・バルム・ボールトラと共に出席。その結果、7月9日に締結された。 ローザンヌ協定によってドイツは賠償金額をだいぶ減らされたが、なお30億マルクの支払いを要求された。このことは国民に外交ベタとの評価を下す結果となった。ボルシェビキ西をお標語にしていたパーペンは、フランスに対して共産主義の脅威に対抗する独仏同盟を秘密裏に持ちかけたが、フランス側は拒絶し、ソ連政府に通知された。内政では、 議会の指示を全く得ていなかったので大統領権限による緊急立法のみで政権を維持するありさまだったが高い失業率への対策として雇用喪失策を始めており効果が見え始めたところであった大規模なアウトバーン建設や徴兵制度といったより大規模な失業対策はベルサイユ条約の取り決めにより見送られたが後にヒトラーが ベルサイユ条約を破棄してこの政策を実現し、失業問題が劇的に解決されることになる。競馬感染するパーペンとシュライハー就任前の1932年4月、プロイセン州の衆議会選挙で、社会民主党を中心とするオットー・ブラウンの連立政権は敗北していたが、暫定内閣として存続していた。パーペン、ガイル、シュライハーの3党政治は、 プロイセン社民党政府の息の根を止めることを企んでいた。特に東プロイセンの大農場主の利益を代弁するガイルは社民党と天敵の関係だった。またプロイセン社民党政府を潰すことによって同政府と長く対立してきたナチ党を自分たちに引き込もうという目論みもあった。7月17日にアルトナで起こったナチ党と共産党の市街地構想を利用して プロイセン州には公共の安全と秩序を維持することはできないとして介入を開始した。7月20日にパーペンはプロイセン州閣僚を招集し大統領緊急命令なるものを読み上げてプロイセン州首相ブラウンとプロイセン州内相カール・ゼーベリングに解任を申し渡した。さらにベルリンとブランデンブルクを改元体制下に置き、 第三軍司令官ゲルトフォン・ルントシテット将軍に全権を委任して、ベルリン警視総監、アルベルト・クシェジンスキ、ベルリン副警視総監、ベルン・ハルトバイス、ベルリンシュッツポリザイ司令官、マグノス・ハイマン・スベルクなどを続々と逮捕させた。このパーペンによるプロイセン州政府転覆をプロイセンクユデタと呼ぶ。パーペンは同日夕方のラジオ放送でプロイセン州政府は 共産党テロ集団に対抗する用意がないとしてこのクーデターを正当化した。パーペンはプロイセン州首相を兼務するとともにプロイセン総督に就任した。このやり方は後のナチスの強引なやり口の前例、あるいは相対化させたものとして非難されている。1932年8月11日、国会。ホンパーペン首相とオットー・マイスナー大統領府長官。 フォンガイル内相、フォン、ブラウンノー九1932年7月31日に投票が行われた総選挙では、ナチ党が37.4%の得票率を得て230議席を獲得し、第一党に躍り出た。社民党は21.6%の得票率で133議席に減らした。国家人民党も37議席に減らした。中央党は、 激しいパーペン攻撃の成果で76議席に伸ばした。共産党も89議席を獲得して躍進した。シュライヒャーは8月5日にパーペンに独断でヒトラーと面会し、パーペン内閣に副首相として入閣するよう求めたが、ヒトラーは首相の地位を要求した。シュライヒャーはヒトラーを首相にするようヒンデンブルクに取り計らうようになったが、 ヒンデンブルクもパーペンもその意思はなかった。ヒンデンブルクはヒトラーを毛嫌いしていたし、パーペンはいくつかの閣僚職を提供することで、ナチ党を取り込むことができると未だに考えていた。8月13日午前にヒトラーは、国会議長ゲーリングと突撃隊幕僚長レームを伴ってパーペンとシュライヒャーとの会談を長時間に渡っていった。パーペンはヒトラーに副首相として、 自分の内閣に入閣することを求め、さらにヒトラーが副首相として実りある協力をしてくれたなら、その後に首相の地位を譲ると持ちかけたが、ヒトラーはその話には乗らず、今すぐ無条件に自分を首相にすることを求めた。続いて、同日午後には、ヒンデンブルクとヒトラーの会談が行われ、ヒンデンブルクがヒトラーに副首相になるよう説言したが、ヒトラーは相変わらず、 首相職を要求したため、最終的にナチ党と政府は決裂した。この会談の決裂で突撃隊を中心に、ナチ党内で武装放棄を求める声は強まった。8月22日にボイテンの裁判所がポテンパ村の共産党員を殺害した突撃隊員5人に死刑判決を下したのを機に、ヒトラーはかつてないほど突撃隊を使っての政府脅迫を行った。 これに怯えたパーペンはヒンデンブルクに相乗して9月2日に、この突撃隊員5名を終身刑に減刑させた。1932年9月12日、国会に登院するパーペン首相。9月12日に国会が招集され、パーペンは所信表明演説をしようとしたが、共産党議員がパーペン内閣不信任の緊急動議を提出した。一時休会した後、 ナチ党議員団はヒトラーからの指示でこの共産党の同義に賛成することになった。パーペンは休会中に大統領の解散命令書を急遽取りに行かせた。再会後、ゲーリング議長はパーペンを登壇させず先に不信任決議案の採択を行い、512対42で可決される。パーペンはこの大佐の不信任の屈辱を受けた後に大統領命令を提出して、 議会を解散させた。選出されたばかりの議会が直ちに解散されることとなった。ナチ党は共産党の起こしたストライキへの参加やブルジョア的なパーペン内閣への激しい攻撃などにより財界やナチ党員がかなり批判し選挙資金を確保できなかった。結果11月6日に行われた総選挙ではナチ党は 第一党は確保したものの得票率33.1%、196議席に後退した。社民党も得票率20.4%、121議席に後退した。しかしパーペンが最も嫌う共産党が100議席に伸ばしてしまった。ナチ党が議席を落としたことで、ヒトラーが要求を下げるかもしれないという望みをかけて、パーペンは、 11月9日にヒトラーに副首相就任を再度要請したが、ヒトラーは拒否した。11月15日にも再度副首相就任要請の手紙をヒトラーに送ったが、翌16日の返信でヒトラーはこれを拒否した。パーペンを見限ったシュライヒャーは、政党間交渉をしやすくするためとして、後の交渉はヒンデンブルクに任せ、パーペンに内閣総辞職を求めた。 11月17日にパーペン内閣は形式的に内閣総辞職して暫定事務処理内閣に移行した。しかしパーペンはいずれヒンデンブルクから再度組閣の命令が来ると信じていた。11月18日から24日にかけてヒンデンブルクやマイスナーなど大統領府とヒトラーの交渉が行われたがやはり平行線に終わった。12月1日午後6時。 ヒンデンブルク大統領はパーペンとシュライヒャーを招集した。パーペンは数ヶ月前から立てていた憲法違反のクーデター計画をヒンデンブルクに提案した。国軍を出動させて議会を半年間停止し、その間に会見を行って大統領権限を強化する計画であった。しかしパーペンを失脚させたがっていたシュライヒャーはこの計画に反対した。 シュライヒャーは自分が首相に就任し、ナチ党の一部を取り込んで分裂を誘うべきと主張した。ヒンデンブルクはパーペンを支持したが、シュライヒャーはガンとして国軍のクーデターへの参加を拒否した。続いて、翌12月2日の閣議でシュライヒャーは、パーペンの下で政府を作ろうという、いかなる試みも国を混乱に陥れるだけ、ナチスが内乱を起こせば国軍に、 それを鎮圧することは不可能としてパーペンに退陣を求めた。閣僚はほとんどシュライヒャーを支持した。パーペンは大統領府へ逃げ込み、ヒンデンブルクの支持を得ようとしたが、ことここに至ってはシュライヒャーに任せようと言われたという。こうして12月2日にクルトフォンシュライヒャーが首相に就任することになり、パーペン内閣は退陣することになった。 しかし、ヒンデンブルクから気に入られていたパーペンは、大統領仮官邸の近くに宿を取って暮らし、辞職後も足しげく大統領のもとに通った。シュライヒャーへの復讐心に燃えるパーペンは、シュライヒャーとナチ党組織全国指導者、グレゴール・シュトラッサーが秘密会談しているのを聞きつけると、その情報をヒトラーに流した。結果、シュトラッサーは、党役職の辞職に追い込まれ、 シュライヒャーのナチスサハ取り込みの目論みは失敗に終わった。1932年12月16日の紳士クラブでの演説でパーペンは、シュライヒャーの退陣とヒトラーの入閣は不可欠であると述べ、シュライヒャーへの敵意を剥き出しにした。さらに、ケルンの銀行家、クルトフォンシュレーダーを通じてヒトラーに接近を図った。1933年1月4日に、 シュレーダーの自宅で、ヒトラーとパーペンの会談が行われた。両者は、シュライヒャー政権打倒、それに代わるヒトラー・パーペン政権の樹立、社民党員、共産党員、ユダヤ人の国家中枢からの排除で合意した。ヒトラーとパーペンの会談を知ったシュライヒャーは激怒し、大統領官邸を訪れて、ヒンデンブルクに対して自分が同席しない限り以前、首相とは会わないよう釘を刺した。 しかし、パーペンを未だ信用しているヒンデンブルクはこれを無視し、パーペンに独自にヒトラーと接触することを許し、またオットー・マイスナーら側近に対してパーペンとヒトラーの接触があったと分かった時でもシュライヒャーにはそれを伝えないよう命じた。1月18日と1月22日にも、ヨアヒム・フォンディペントロップの自宅でヒトラーとパーペンは会談した。 特に1月22日の会談は、大統領官邸長官、オット・マイスナーやヒンデンブルク大統領の息子、オスカン・フォン・ヒンデンブルクも同席し、ヒトラーが首相に任命される上で重要な会談となった。1月26日にはパーペンは、国家人民党党首、アルフレート・フーゲンベルク、鉄カブト団団長、フランツ・ゼルテ、テオドール・デスター・ベルクと会談し、 ヒトラー内閣への入閣交渉を行った。デュスターベルクを除く3社はヒトラー内閣に参加することを表明した。1月28日にパーペンはヒンデンブルクから政局説明担当特別職に任じられた。パーペンはオスカーやマイスナーと共にヒンデンブルクにヒトラーを首相に指名しても全く問題なしとヒンデンブルクに説明した。 ヒトラーをボヘミア人五長と呼んで軽蔑していたヒンデンブルクもついにヒトラーの首相任命を承諾した。一方シュライヒャーはニクキパーペンが中枢となって活躍する政権だけは阻止しようと図り1月29日に陸軍総司令官クルトフォン・ハンマーシュタイン・エクボルトをヒトラーの下へ派遣してヒトラーに協力したい旨を申し出たがパーペンと組んで政権を作る気であったヒトラーは 曖昧に対応した。同日にパーペンはヒトラーと会談を行い、政権掌握後には総選挙を行い、選挙後に全権入り運法を可決して独裁体制を樹立することを求めた。ところが国家人民党のフーゲンベルクは自党の影響力の低下を恐れて総選挙を嫌がり内閣成立が危ぶまれる空気になった。 パーペンは、ヒトラー内閣成立の直前に、フーゲンベルクに電話して、組閣2時間を食うとシュライヒャーとハンマーシュタインが、クーデターを起こす恐れがあるので組閣を急がねばならないと、主張して解き伏せ、ヒトラー内閣成立にこぎつけた。1933年1月30日、ヒトラー内閣閣僚と共に、ヒトラーと話している人物がパーペン。 1933年1月30日11時15分頃に、ヒトラー内閣が成立した。パーペンは副首相兼プロイ先州首相に就任した。ナチ党からの入閣は、首相、ヒトラー、内相ビルヘルム・フリック、無人首相、プロイ先州内相ヘルマン・ゲーリングの3人のみであり、その他の閣僚は、ヒンデンブルク大統領自らが選んだ、国防省、ベルナー・ホン・ブロンベルクを除き、 パーペンが選んだ。パーペンは、我々は彼を雇ったのさ、私はヒンデンブルクに信頼されている。二ヶ月もしないうちにヒトラーは、隅っこの方に追いやられて、キーキー泣いているだろうと語り、自らのヒンデンブルクへの影響力でもって、ヒトラーを操り、人形できるという幻想に浸っていた。ヒトラーは2月1日の国民へのラジオ放送で、二つの 偉大な4可燃計画を宣言して第1次4可燃計画を発表した。しかし大の反共主義者であったパーペンはあまりにスターリン主義的用語が多いとヒトラーに抗議した。2月6日にパーペンとマイスナーの助言によって明らかに違憲な大統領緊急命令プロイセンにおける正常な統治関係確立のための緊急令が発令された。パーペンは自らがプロイセンで 独裁権力を握るつもりで発令させたのだが、結局、ヒトラーの要求で、プロイセン州の内省に就任させていた、ヘルマン・ゲーリングがプロイセンにおいて、巨大な権限を握ってパーペンは、プロイセン州首相の職をゲーリングに譲り渡すこととなった。ヒトラーの首相就任の2日後の2月1日に、国会は解散され、選挙戦に突入した。2月11日にパーペンは、 国家人民党と鉄株と団に統合を進め、黒、白、赤を結成させた。3月5日に総選挙が行われたが、ナチ党が得票率43.9%を得て、288議席を獲得した。この選挙で、自身も黒、白、赤から出馬して、国会議員に初当選した。3月23日に、 ヒトラー内閣に憲法を除くすべての法律を自由に交付できる権限を認める全権委任法が可決された。パーペンは政府を国会から独立させるために全権委任法を可決させることには当初から賛成だった。しかしこの全権委任法によって大統領の存在も形外化し大統領の信任を背景にしたパーペンの権力も形外化することになった。 パーペンはそこまで考えが及ばなかったようである。1933年7月20日、ライヒスコンコルダートの締結が合意されたバチカンのロ,ローマ教皇庁。左からルートビヒカース、パーペン、一人おいてエウジェニオ・パチェリス行き教国務長官。1933年7月にパーペンはヒトラーの代理でバチカンを訪れた。 ローマ教皇ピウス十一世はドイツ政府がその指導者として共産主義とロシアに断固反対する指導者を持つに至ったことは大変に喜ばしいと述べた。そしてドイツとバチカンの間で政教条約が締結された。このライヒスコンコルダートにより、純宗教活動としてのカトリック教会や学校、宣教活動をナチス政権が承認し、 また政治的カトリックの解散をローマ教皇庁が承認した。また、ローマ教皇庁はドイツ国内のカトリック神父に対してナチス政権に忠誠を誓うよう命じた。カトリックの反体制運動に頭を悩ませていたヒトラーはカトリックは今後ナチス体制に全面的に支持することであろうと期待感を表明した。パーペンは秘書に保守革命の代表的な思想家である。 エドガー・ユリウス・ユングを起用するなど、思想的にナチスと一線を隠しており、次第にヒトラーとの溝は深まりつつあった。この頃、ヒンデンブルク大統領は、瀕死の重病であり、この後の事態は、予断を許さなかった。パーペンはナチスに対抗する手段として、訂正復活を考えており、ヒンデンブルクに、帝政復活を希望する、遺言状を書かせ、彼の死後に、 帝政復帰を実現する計画を立てていた。1934年6月17日に、マールブルク大学で、過激、ナチス及び SA などを批判する講演を行った。この演説原稿は、秘書ユングともう一人の秘書ヘルベルト・フォン・ボーゼ、交通商会実局長、エーリヒ・クラウゼナーの協力を得て執筆されたものだった。これを受けた、ヒトラーらは激怒し、 宣伝省ゲッペルスは講演録の発表や予定されていたラジオ放送を禁止する措置をとった。しかしパーペンは事前に原稿を外国人記者や外交官に渡しており内容は広く知られることになった。20日、パーペンはヒトラーに対し演説の発表ができない場合は辞職すると抗議した。ヒトラーは前書を約束して移留している。6月30日、 ヒトラーによる突撃隊の粛清である長いナイフの夜事件が発生した。粛清を知らされていなかったパーペンはゲーリングに抗議に行ったが、この際に親衛隊に帰り道を塞がれて命を狙われた。しかし、ゲーリングの庇護で命だけは助かった。しかし、マールブルク演説に関係した秘書、ユング、ボーゼは副首相官邸で親衛隊により射殺された。また、 クラウゼナー開事局長も、ゲシュタポ本部で殺害されている。パーペンは、その後自宅に軟禁され続け、外部との連絡を断たれたが、ヒンデンブルク大統領の個人的な信任が扱ったため、殺害はされなかった。大使時代のパーペン。1936年1934年7月25日、オーストリア首相、エンゲルベルト・ドルフンスが、 オーストリアナチスによって暗殺された。この暗殺はヒムラーの部下がクーデターを計画して行ったものだったが、クーデター自体は失敗に終わった。ドルフースはイタリアのムッソリーニ首相と親しく、オーストリアの独立はイタリアにとって重要であったため、かつてバチカンを訪問した際にもパーペンはムッソリーニにドルフースを支持しないよう説得するも失敗しており、事態が明らかになると、 独位関係が崩壊する恐れがあった。ムッソリーニは、イタリア軍4個師団を洋国境に配備し、介入の姿勢を見せた。26日午前2時、ヒトラーはパーペンに連絡を取り、ウィーン公衆人の要請を行った。翌日ヒトラーと面会したパーペンは、要請を受諾したが、オーストリア側のアグレマンが得られず、ウィーンには向かえなかった。その間の8月2日に、 ヒンデンブルク大統領は死去。ヒンデンブルクは公式の遺言状に、訂正復活の希望を記しておらず、ヒトラーが国家原首権首相として、ドイツを支配する独裁体制が完成し、パーペンの起とした帝政復活計画は継いえた。8月7日、オーストリア政府からアグレマンが行われ、パーペンは副首相を辞任して、正式にウィーン講師となった。 パーペンは8月15日にウィーンに赴任し、ヒトラー関与の隠蔽と事態の収集に努めた。1936年からは中央ストリア大使に任じられ、オーストリア併合に暗躍した。1937年にムッソリーニがドイツを訪問した際は、イタリアと協議するオーストリアの問題をめぐるヒトラーの顧問を務めた。後にパーペンは、 この時期の自らの活動は回想録で全ヨーロッパ紛争の回避のためと弁明している。1938年8月13日に黄金ナチ党員バッジを授与され、同時にナチ党に入党した。1939年からはトルコ駐在大使を務め、第二次世界大戦で中立を保つトルコを中央同盟国時代のようにドイツ側にする工作に従事し、 1941年には、ドイツ・トルコ相互不可侵条約が締結された。しかしトルコは中立を維持し続け、ソ連のエージェントによる暗殺未遂事件にも遭遇する。ノルマンディ上陸作戦前には、キケロと呼ばれるスパイから、イギリス大使館の情報を収集したが、これは連合軍の欺瞞作戦ボディガード作戦によるものであり、結果として、 ドイツにご情報をもたらすこととなった。1944年にトルコはドイツとの外交関係を断絶しパーペンは帰国した。ローマ教皇庁への退職要が検討されたが、ベルリン主教の反対で実現しなかった。同年7月のヒトラー暗殺未遂事件で、友人チキが逮捕され除名に努力したが、成功しなかった。以降、ドイツに連合国軍が迫る中も、 ゲシタッポの監視を受けていた。1945年11月27日、ニュルンベルク裁判。後列左からヨードル、パーペン、ザイス水イコールインクバルト、シュペーア、シャハト・パーペンは娘婿である、マックス・フォン・シュトックハウゼン伯爵がメシェデに所有する、城に陰性していたが、1945年4月には、アメリカ軍がメシェンデを占領。彼は、 狩猟小屋に隠れているところを逮捕された。ヘルマン・ゲーリング、カール・デー・ニッツ、アルベルト・シュペア、ビルヘルム・カイテルなど、大物捕虜を集めたルクセンブルクバート・モンドルフの収容所に収容された。ニュルンベルク裁判にかけるために1945年9月に他の被告人たちと共にニュルンベルク刑務所へ移送された。パーペンは、ナチ党を政権につけた者、 またオーストリア併合に関与したものとして第一基礎事項共同防御と第二基礎事項平和に対する罪で起訴された。パーペンは1946年6月14日に検察側反対尋問で証言台に立った。パーペンは自分がヒトラー政権誕生に大きな役割を果たしたことを否定した。さらに全被告のうちヒトラーに辞職を願いで、 また実際に辞職したのは私だけだなどと主張した。イギリス主席検事、デイビッド・マックスウェル・ハイフ教はこれに対して、そうだ。そしてあなたは11日後に別の仕事を得た。オーストリアを殺害した政府を代表する仕事を、と切り返した。1946年10月1日に他の被告人と共に判決を受けた。パーペンの判決文は、 ヒトラーを首相に任命することを援助した証拠はパーペンがオーストリア公使としてオーストリア併合のために出身肉政権を転覆させオーストリアナチスを強化したことに一切の疑問を置かないこの計画のために彼は作望と脅迫を行ったとしつつ検証は政治論理に反するかかる悪行をいかにそれが悪どいやり方であっても犯罪とはしていないとして彼を 1> 第1項と第2項の基礎事項の両方において無罪とした。ソ連首席裁判官、イオナニ・キチェンコのみ、ヒトラー体制の犯罪責任の大半はパーペンであると主張し、有罪を求めていたが、西側裁判官により彼は無罪となった。ニュルンベルク裁判で無罪となった被告はパーペンを含めて3人だけである。パーペンが晩年を過ごした。 弁天法編上1947年2月の日な地下裁判で労働刑8年と財産没収を宣告されたが上告及び御社の結果1949年に釈放されたその後西ドイツの政界に進出しようとしたが成功しなかった1952年には回顧録路地の真実を出版歴史学者ロバート・エス・ビストリヒから悪なき うぬぼれと驚くばかりの自己満足があらわなだけの内容と酷評されている。1959年7月24日には、教皇ヨハネ23世とアンカラ駐在時代に信仰があったため、教皇によって教皇自重に除せられた。また、マルタ騎士団のメンバーにもなっている。1969年、陰性先のバーデンビュルテンベルク州ザースバッハで死去。 米軍の交流記録によると身長は175センチである。ニュルンベルク刑務所付心理分析官、グスタフ・ギルバート大尉が改定前に被告人全員に対して行ったベクスラー・ベルビュー成人知能検査によると、パーペンの知能指数は134で、エイリヒレーダーと並んで、全被告人中、第5位の知能の高さであった。 ニュルンベルク裁判で拘禁されている時に受けたインタビューの中でヒトラーを首相にした理由について次のように語った。私が政権の座に就いた時、ナチ党は230議席を占めていた。したがって彼らがいなければ私は国会で多数派を形成することができなかった。首相の立法行為を有効にするためには国会の過半数を獲得しなければならないからだ。 問題はいかにナチ党と折り合っていくかだった。ヒトラーは常に社会問題はマルキシズムやボルシェビズムによっては解決できないが、ある程度の社会主義を含んだ資本主義によって解決できる点を強調した。あらゆる経済活動によって得られる利益は社会が共有すべきものであって個人が独占すべきではないというのだ。私にはそれも一理あるように思えた。 ナチ党のスローガンの一つは、すべての利益を何より先に社会に還元しようだった。ナチ党が援用するタイプの社会主義と共産主義の差は、ナチ党は共産主義国と違って、私人の所有権を抑制しない点にあった。それは妥当な主義に思えた。ナチ党による政権樹立は、私の率いる保守派には不愉快な事態ではなかった。 私はカトリックなので教皇レオ13世が有名な会直の中で同様の主張をしているのを思い出したのだ。初めて話した頃のヒトラーは宗教について私と同じ意見であり、ドイツに宗教抜きで統治できる州は一つもないと明言していた。彼は我が闘争の中でも人民の宗教生活を破壊する者こそは愚者であると述べている。さらにヒトラーは、 政治改革は宗教改革であってはならないとも言った。他の多くの事柄のようにヒトラーが前言を翻したのは私の責任ではない。ヒトラーは権力の階段を上る過程でコロコロと考えを変えていった。だが政権掌握当初はそうではなかった。現に私は宗教については融和的な姿勢で臨むというのが彼の心からの願いなのだと思っていた。 1933年3月の国会の演説の中で彼はキリスト教の根本原理を尊重しているし、それを擁護するためには何でもすると言った。演説の中でこの点に触れるようヒトラーに頼んだのは私だった。同インタビューの中でヒトラーの人柄については彼はとても興味深い人間で話題も豊富だった。芸術、建築、政治、軍事、音楽など 様々なことに関心を寄せていた。実に、非凡な人間だったが、暗殺未遂事件の後は、人が変わってしまったと語った。ユダヤ人迫害については次のように語った。ヒトラーの言う、ユダヤ人問題の解決は常識に沿った、本当な手段でなされるものと思っていた。当初はあれほど過激な手段で、ユダヤ人問題を解決しようとしていると思わなかったのだ。 ヒトラーがユダヤ人の影響力を排除する最初の法律を作ったとき、私はそれに制限を加え、1914年からドイツに在住しているユダヤ人はすべて国内に泊まれるようにした。1918年の敗戦後、ドイツには東方からユダヤ人が大量に流入した。この過剰流入はドイツでは蒸気を逸していたが、 それが起こったのは1918年の革命後の一度きりだった。流入したユダヤ人は相当の数に上った。我々はこの状況を何とかすべきだと考えたのだ。ありがとうございます。